A1 グランプリカーは A1 グランプリで使用されているマシン。2005年から2006年、2006年から2007年と2007年から2008年シーズンではローラ製のシャーシが使用されたが、2008年から2009年シーズンはフェラーリ製のシャーシエンジンを搭載したマシンが使用されている。オランダチームカラーのローラ製、マシンシャーシはローラが、エンジンはザイテックが製作。 2005年から2008年まで使用されていた。また2009年からユーロ3000選手権オート GP においてローラビーレゴ52としてタイヤのミミシュランに変更され使われている。比較的スタイルを重視したマシンデザインで大きく湾曲したフロントウィングステー、前方に長く伸びたサイドポット、斜めのリアウィング翼端板など独特の空力処理が見られる。 トラクションコントロールなどのドライバーアシスト装置が装着されていないため、ドライバー同士が直接競いやすくなる。また、パワーブースター機能が設けられており、スプリントレースでは4回、フィーチャーレースでは8回使用することができる。これは、ステアリング上のボタンを押すことで機能を使用できるが、スロットルが80%以上開いていて、 なおかつ速度が時速 60km 以上の時に使用できる。シャーシエンジン2008年以降に使用されるフェラーリ製マシンオーストラリアチームのマシン2008年から2009年シーズンにより使用が開始された。この後6年間はこのシャーシが使用されることが決定している。タイヤは3年間ミシュランが供給することが決定している。2004年の F1 世界選手権で スクーデリア・フェラーリが使用したチャンピオンマシンの F2004 をベースに開発された。外見は似ているが、エンジンは排気量がアップされ、タイヤ、ホイール、ウィング、ボディワークといった各種パーツ構成も異なったものとなっている。車体全幅も若干回2004よりも大きくなっている。前作のローラザイテック車から引き続きパワーブースター機能が搭載されているが、 このマシンから予選時にも使用できるようになった。シャーシエンジン、ありがとうございます。